真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。ゆえに今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。せえ！はあ！目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。防げ、ヒロキ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。今日はここまでだ。三十郎様、明日は。三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは、気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。
町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。今のは三十郎様かい。ああそうだな。こんなに急いで、大好きな後を追ってこんなに急いで。何年言ったら分かるんだ。これは売り物じゃねえ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。拙者は、愛子殿は、その…お顔が赤くなっておられますよ。今は先を急ぎましょう。美味しそうではございましたが。サバ、アサリ、スズキ、この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天してしまい。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。それで困ってんのさ。商売上がったりだ。なんとか切り盛りしてるってのこさ。間違いねえ。賊が森の中にいんのさ。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、盗っ人どもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。お許しくだされ、何も取ってはおりません。取れたての梅、今が売れ時じゃ。愛子殿に差し上げたいが、一文も持ち合わせておらぬ。こりゃ参ったな。よし、持って行きな。銭はいらねえよ。かたじけない。明日また買いに戻りまする。必ずや。さっさと出て行け。ご師範様に言いつけるぞ。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。お姉さんなら読みの下どけ。私の番じゃ。勝負ごとは気がついてねえなら待つ者が生存じゃ。怪我はありませんか。いや、なんでもね。どうかお待ちを。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませぬが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、
なんとかするさ。わしが手を貸しますんで、ご客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎを。賊だ、逃げろ逃げろ逃げろ。もう守れ。何者かの襲撃です、ヒロキ殿。それがゆえに父上はあれほど急いで拙者から離れませぬよ。先生を見つければ危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ。この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者はヒロキ殿、お行きくだされ。案ずることはございません。いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。命乞いするなら今のうちじゃ。